はい、設定画面の最後システムのセクションです日付と時刻はい、省略ユーザー補助トークバックがあるよとトークバック当然ありましてスイッチアクセスもちゃんとあるとあれなんだこれ アプリが許可リクエストを隠しているため、設定側でユーザーの音を確認できません。ね、監視の権限、ウィンドウコンテンツの取得、入力テキストの監視の権限が必要ですよと。だけど、なぜかできない。なんだかめんどくさいことになりそうな気配がするぞ。とりあえず今は省略。それで、字幕もあるし、字幕のオンオフも、 できますし拡大操作もできますと。ねトリプルタップで画面の拡大縮小と,と。大きい文字サイズの設定ですね。はいで、高コントラストテキスト、はい、ですね。電源ボタンで通話を終了。 画面の自動回転ですとパスワードの音声出力ユーザー補助のショートカットを表示するかどうか違うな音が鳴るかもしくは振動するまで電源ボタンを押し続けましてその後に確認音が鳴るまで2本の指で タップして押し続ける。そうすると、ユーザー補助が有効化されるということなのかなこれをオンにすればね。テキスト読み上げの出力と。はい。押し続ける時間の設定。ディスプレイの色反転。ね。はい。で、色補正。こういうふうに補正モードが3つありますよと。 ね。はい。で、次、印刷。はい。こうなってます。システムアップデート。今、このシステムアップデートがあるんですね。ここからダウンロードできると。で、端末情報。こういうふうになってます。はい。これでシステムのセクション終わりです。